リンパケア考案者の佐藤です。今日の動画ではですね、夜眠れない時でもすぐにリラックスできてすぐに寝落ちできる超熟睡法についてお伝えしたいと思います。睡眠なかなか取れない人いっぱいいるんじゃないですか。体がギュッと硬くなって緊張状態でですね、朝起きると逆に疲れている、もしくは全然寝られないっていう方がいると思うんですけども、これはですね、あることをすると一気に体が柔らかくなるって、爆睡できるだけじゃなくってですね、体のがリフレッシュですね、リラックスしてですね、朝もすっきりと起きられるようになります。睡眠の質が悪いとですね、どんどん老けやすくなって、それから太りやすくもなっていきます。ぜひですね、睡眠の方で悩んでる方、ストレスで悩んでる方、一緒にやっていきましょう。はい、ではですね、タオルを1本用意していただいて、これタオルはまず置いておきます。タオルは置いておく。で、体の重さを確認してみてください。体の重さ、手の可動域や足の重さ、それからアキレス腱の周りを触って、むくみなんかを確認します。それから横になって足の重さを確認します。はい、確認が終わったら、まあこれは置いといて、寝転んだ状態で一回ギュッと縮まります。力を入れてギュッと縮まって、ダラーンとした状態からお魚の金魚のようにこうゆら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 って揺れます。これでね、緊張が解けるんです。次に何をするかというと、タオル、バスタオルを折ったものを腕の下に引いてこう寝て深呼吸します。手を開きます。手のひらを上にして深呼吸する。で、気持ちいいなと思うだけです。リラックスして気持ちいいなと思うだけ。そしたらグッパ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 ですね。で、キラキラキラ、これで暖かくなってくるな、柔らかくなるな、軽くなるなってイメージをしてください。で、グッパ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 、キラキラキラ、深呼吸。自己暗示で構いませんので、半身が今、体の半分が暖かく柔らかくなってきたと思ってください。そしてこれを3セットぐらいしたら足の重さを確認します。そうするとやった方が多分軽くなってると思います。で、軽くなったような気がするだけでも大丈夫です。そして起きてみて、こうすると、あ、軽くなってるな、あ、軽くなってるなと思ったら軽くなってるような気がするだけでいいので、本当に軽くなってる気がすると、で、くるくるってやると軽くなったっていうふうに自分で言ってみてください。軽くなった、半分軽くなったって言って、反対側もやっていくわけですね。それでですね、どんどん体が軽くなって、寝落ちするようになっていきます。これがね、トリガーというんですけども、条件反射で毎日これをやって、そんな気がすると思うだけでそうなっていきますので、実際にそれで、体の変化がですね、むくみやなんかがなくなったり、体が温かく軽くなるという変化が起こるようになりますので、ちょっとね、理論についてもお伝えしたいと思います。はい、ではですね、理論についてお伝えしたいと思います。じゃあ眠るにはどうしたらいいかというと、まあ、ストレスとこにリラックスがあります。で、この緊張状態にある、緊張に状態にある交感神経優位の状態が副交感神経優位になって眠ることができるんですけども、多くの方がこちらが多くなっている。で、これは緊張体質ということになるんですけども、その緊張の元は、大元はどこから来
来ているかと言いますと、恐怖麻痺反射と言ってですね、子供赤ちゃんが生まれる前胎児の時に、キュッとね、収縮するという緊張状態にあってですね、ダンゴムシなんかねポンと叩くとクッと丸くなると思うんですけども、あの状態からリラックスの方向にあまり行けてないという感じになりますので、その状態を作るために、ガラント反射といってですね、生まれる動き魚の動きで、背中の圧迫 を取ってあげるというかね、背中の圧迫をこうスリ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 というところで、緊張っていうのが解けやすくなりますので、仰向けになって寝る前に一回この魚の動きをしていただくと、ぐっすり眠れやすくなります。ただ、背中だけじゃなくて皆さんは体ですね、頸部から副交感神経が出てるんですけども、そこがガチガチになってる人が多いので、そういう場合に腕を開いてちょっと上げてあげると、ここの大胸筋というね、ここの胸の筋肉が緩むことによって、こちらの緊張が取れると首側の緊張が取れて、より副交感神経、リラックスの神経が働きやすくなるという形になりますので、この、ガラント反射と、それから手を開いてグッパグッパキラキラっていうね、キラキラグッパ、タオルキラキラグッパっていうんですけども、これを繰り返してやると、より、どんどんとリラックスが起こりやすくなるという形になります。佐藤式のリンパケアではほとんどのケアがこのリラックスの神経である副交感神経刺激をしていますので、どんなケア体操でもいいんですが、一番ですね、リラックスできて動きが少ないっていうかね、そういった体操になります。耳たぶ回しとかシエ体操というのはちょっと活発な運動になりますので、寝る前はちょっと背中スリスリぐらいだったらそんなに大きな運動になりませんので、これで緊張をとって筋肉を緩めてってことを3セットぐらいやってあげると、リラックスの神経が働いて熟睡できるようになるとこういうことなんですけども、その時にですね、体の変化効果っていうのを見ていただきたいと思うんですけども、体が温かく柔らかく軽くなったら、それはリラックスしているということになります。リラックスしているということになりますので、そんな気がしたら、そうだと思ってください。で、それを繰り返すことによって、シナプス可塑性っていうんですけども、神経がリラックスの神経がつながりやすくなります。リラックスの神経がつながりやすくなることと、それを習慣化していくことによって、スイッチが入りやすくなるという形になりますので、このリラックスの神経、こう副交感神経っていうんですけども、副交感神経を交感神経を毛を活発にしてあげるようにですね、これと脳、認知と言いますけども、脳をつなぐことが、これが認知と言いますので、この認知をしてあげることを習慣化することによって、より、リラックスが出てですね、条件反射で、もうやり始めた瞬間に眠くなるとか寝落ちするっていう形になりますので、それからですね、副交感神経が交感神経が優位になる原因がですね、実は昼間の交感神経優位っていう形になるんですけども、それがですね、どこから起こるかというと朝起きた時なんですね。朝起きた時に副交感神経も交感神経も低位になっているものが、だんだん起きると交感神経ずっと上がってくるんですけども、この時に副交感神経を優位にしてあげないと、昼間はずっと交感神経優位で、それが続いて夜まで続いて、夜も交感神経優位になってしまうという形になりますので、寝る前ともう一回起きた時にもやっていただくと、
副交感神経が疲れが取れて副交感神経が優位になりますとより活発に動けるようになるということも分かってますので、朝も1回リラックスしていただいてから活動すると、夜も副交感神経がより活発になりやすくなってよく寝れるようになりますので、そのことを頭に留めておいてもらって今の体操をですね、できれば毎日ですね、できなくっても週に1回でも構いませんので、思い出した時にやってもらうだけでも週1回ずつやってってもずっと続けていただければ習慣化っていう形で、すぐにリラックスできるようになりますし、この副交感神経がですね、活発になるということはもう気持ちがいいっていうことですから、柔らかく、あったかく、軽いっていう状態、こう気球がふんわりと、風船がふんわりと広がるような、我々の風船である筋肉がふんわりと温かく柔らかく膨らむようなイメージで、こういったケアをやっていただくことによってより熟睡できるようになると思います。今日の動画いかがだったでしょうか。よかったなと思ったらですね、高評価ボタン、それからですねコメントがあったらぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録がねまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。